ストークス軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は47,401人であり、2000年の44,712人から6.0%増加した。軍庁所在地はダンベリー城であり、同軍で人口最大の町は南のフォーサイス軍にまたがるキング町である。石の家の廃墟。 1770年頃にアメリカ独立戦争の軍人でパイオニアのジャック・マーティン大尉が建設、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定、ストークス軍は1789年にサリー軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立戦争時のジョン・ストークス大尉にちなんで名付けられた。ストークスは1780年にワックス法地域で イギリス軍のバナスター・タールトン大佐の旧兵隊が大陸軍、エーブラハム・ピュフォード大佐のバージニア連隊を壊滅させた時に重傷を負った。戦後ストークスはアメリカ合衆国地区裁判所ノースカロライナの判事に指名された。1849年、ストークスの南半分がフォーサイス軍となった。南北戦争の時、ダンベリーに近いモラトック製鉄路が 南軍の芋の工場になった。1865年4月、北軍ジョージストーンマン将軍の騎兵隊がこの地域に広範な襲撃を観行した時に破壊された。ハンギングロック州立公園は主に1936年に寄付された土地で構成され、2005年時点の広さは6921エーカーある。公園にある施設の多くは、 1935年から1942年に市民保全部隊が建設した。この公園はソーラタウン山地の上にあり、観光案内所、人工庫、ハイキング道、登山道、ピクニック場、キャンプ場などがある。ストークス軍は地域自治体の委員会である。ノースウェスト、ピードモント自治体委員会のメンバーである。軍政府は5人の委員で構成される。 軍政委員会と指名されるマネジャー及び税務管理官が統治している。他に選挙で選ばれる役人としては保安官、裁判所事務官、土地等機関がいる。教育委員会も5人の選挙で選ばれる委員で構成され監督官を指名し、軍政委員会に予算を提出して承認を求める。ソーラタウン産地がストークス軍を横切っている。 他は穏やかにうねるピードモント大地の丘陵である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は456平方マイルであり、このうち陸地452平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.89%である。ストークス軍は州の西、ピードモント大地に入っている。地形の大半は穏やかにうねる、田園部である。 しかしソーラタウン山地がストークス郡の中央を横切っている。この山地の名前はヨーロッパ人が入ってくる前にこの地域に住んでいたソーラ族インディアンから取られている。ソーラタウン山地はギザギザの尾根が連なり、さらに西にあるブルーリーチ山脈の孤立した島脈である。面積では郡の5%を占めるだけだが、周辺から急に800ないし1700フィート、 立ち上がっているので、どこから見ても景色を支配している。この中の最高地点は、標高2579フィートのムーンアズノブである。軍域の大半は、標高1000フィート未満である。段川が、軍の北西宮から南東部に流れ、56マイル以上のレクリエーション地域を作っている。軍内には、ハンギングロック州立公園があり、また南東隅には、 ベルーズ湖の大半が入っている。ストークス軍は9つの軍区に分割されている。ビーバーアイランド、ビッグクリーク、ダンベリー、メドーズ、ピーターズクリーク、クエーカーギャップ、ソーラタウン、スノークリーク、ヤドキンの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ストークス軍の自治体と群区ストークス群は、ウィンストンセーラム、グリーンズボロ、 マウントエアリーなど周辺にある大都市のベッドタウンになってきた。インフラなどいくつかの理由で経済開発に苦闘してきた。軍の指導層はこれを理解し、新しい雇用機会を創出し、成長を一段と強化しようとしている。いくつか中小企業が軍内で成功しており、また小売店、レストラン、サービス部門の専門職もいる。軍内最大の雇用主は、 政府と教育学区である、ありがとうございます。